最近 EN-N の公式インスタグラムストーリープラットフォームページに最新アルバムのリリースを控えたメモ RKBILIA のプロモーションスケジュールを掲載した。ボーイズグループ EN-N が5月13日ダークムーンのスペシャルアルバムメモ RKBILIA の発売を控え、ユニークなプロモーションをスタートした。 EN-N は4月29日午後韓国時間、ダークムーン公式 SNS にメモ RKBILIA のプロモーションスケジュールを掲載した。クラシックかつエレガントな雰囲気を醸し出す懐中時計に各スケジュールを収めたデザイン動画です。したがって EN-N は4月30日にトラックリストを公開し、5月2日にアルバムのプレビューを公開する予定だ。その後、同月5日から11日までコンセプトフォトが順次公開され、アルバム発売前日の5月12日にはタイトル曲の MV ティーザーが公開される予定だ。コンセプトフォトを通じてビジュアルを先に公開する EN-N のプロモーション方法とは対照的に、曲リストとアルバムプレビューを先に掲載する傾向は非常にユニークだ。以前 ERK ムーンのウェブトゥーン、バンフィールドの子供たちに登場したベセルソフトという会社を利用したティーザーもファンから並外れた反響を得た。ベッセルソフトのウェブサイトページからのある主サービスはそれぞれ4月26日と28日にオープンされ、 EN-N はこれを通じてアルバムの発売日とアルバム名を推測できるようになった。メモ RKBILIA は TARK ムーンシリーズの EN-N に存在する運命の愛などのテーマを音楽で表現したアルバム。ドラマ「ダークムーン」「ベイルティア・オブ・ザ・ムーン」「ワン・イヤ・ビリオン」「CRIME ・アル・ラブ」の OST に続き吸血鬼として存在します。EN-N は今回のアルバムでどんな音楽を披露してくれるのでしょうか。